まずですね、初めに今日勉強するニュートン法ってやつなんですけど、まず背景としてね、あのね、これまで私たちは中学数学から高校数学まででさ、方程式って扱ってきたじゃないですか。今日のルーブリックこちらですね。はい、まず2つ掲げました。やり方としてはこのプログラムの、まあ、この計算式の部分、自分の問題を解決するためには必要な書き換えがいるんですよ。それやって正しくプログラム実行できますかって話で、次はここの点を使ってここの点での接線計算して次の交点を求めたらここでした。あとこれガーって繰り返していくと最後ここまでいったんだけど、ここまでここまでいった時に関数使うことがいいです。そうです。で、dx3y っていうのが、プライムベクターになります。で、いや、見た目が似てるだけです。本当、最近変わらない。4.4。